ですね、こちら妹がもうすぐ誕生日ということでサプライズプレゼントドッキリを仕掛けていきたいと思います。それではおーチェケラー。はい、こちらはプラザで購入してきたものなんですけれども、後ほど中身を紹介したいと思います。でね、肝心のドッキリの内容なんですけれども、今から腕相撲をする動画を撮るということになってるんですけれども、そこでなんと私に発作が起きます。で、発作が起きた時に私が妹にお母さんに LINE してっていうのを伝えます。で、お母さんは協力者なので、お母さんからある LINE を送ってもらいます。その内容がこちらです。実はね、たまちゃん、この間も発作が起きて病院に連れて行ったら人間じゃなかったの、黙っててごめんね、家に帰ったら詳しく話すから、とにかく救急箱が入っているところを開けてショッキングピンクの箱を出して投薬してという LINE をお母さんから妹に送ってもらいます。そうなんですよ、つまりバレンタインの袋に入っちゃってるんですけれども、人間じゃない私の発作を止める薬となっています。そこでお誕生日おめでとうっていう感じになるはずです。それではやっていきましょう。今日はですね、妹と一緒に腕相撲対決ということで早速やっていきたいと思います。レディーゴー。え、なんでそんな強いの？大きい大きい。なんでなんでこんな強い、力強いの？力強く、強く、何も強くやってないよ。せーの、レディーゴー。え、なんで？おかしいよ。指2本にするし、やばいね。指2本、指2本。レディーゴー。こちらです。はい、こちらです。プラザに売ってたトイストーリーの積み木を買ってきました。めっちゃ可愛くないですか？なんか開けてみるとね、こんな感じです。トイストーリー好きでしょ？うん。ちょっとライリーくんが一番びっくりしてたみたいですね。ごめんね、ライリー。ごめんね、ごめんね、ごめんね。え、びっくりした？信じた？うん。え、全然笑ってる人たち。笑ってのバレた、うん。ちなみにトイストーリー以外にもかなり可愛い積み木が、ね、いっぱいあるので、ちょっと揃えたいなって思いました。でもトイストーリーがすごい積み木っぽくって、トイストーリーの世界観が出ててすごい可愛いなと思って。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。